はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、1星 SS に勝った回数22回まで来ました。だいぶね来ました。まずは40回をね目指してやっていきたいと思います。さあ、そして元気ドリンクはねまだ使っていません。そして日本代表遠藤に勝った回数3回ということで、遠藤 S ゲットしました。なかなかね なぜか今回遠藤が出てこないんだよね。まあどっちみちねあまり出てきても勝てないんで、まあ今の段階ではいいんですけども。さあ、それではね各地ステージやっていきます。ステージ38で消した妖怪プニ数なんと420以上、こちらやっていきます。さあ、使う妖怪なんですけども、バンバラや全消しプラス技ゲージを多く貯める。そして日本代表灰崎、全消しプラスデカプニの技ゲージを多く貯める。ペクですね、縦消しです。そして山おかみ、全消し自分が消えるほど回復。そして傷ついたアリババ、全消しですねプラスサボり。さあ、こんなパーティーでいきます。420って言ったらね、未だかつてないプニ数なんで、まあ、基本的にはねたくさんプニを消せる、まあ、全消しのね妖怪を集めました。そして全消しのね必殺技はもちろん連発するんですけども、それだけだとね多分いかないんじゃないかということで、まあ、バンバラヤでね技ゲージ貯めて、もうその全消しをねなるべくたくさん打っていく。そして多分それでも足んないんで、もう高速タップ連打でたくさんプニを消して420いきたいと思います。まあよくねミッションとかで350とかねそれぐらいはねあるんですけども、420って何なんだよ、いけるのかっていう話だよね。まああんまりねこの早く敵を倒しちゃっても達成できないんで、まあ1体ずつねじっくりと倒していく、ここら辺が微妙だよね。かといって3体いると結構ダメージが激しいんで、まあ、どうしてもね2体倒して今残り1体になりました。まああとはね地道に高速タップでいきましょう。どうなんだろう、ちょっと数えてないんで今何分に消したかわからないんだけど、フィーバータイム入りました。もうそしてフィーバータイム中に全消しの必殺技をね連発していきたいと思います。だからこのねバンバラヤとかね、この灰崎必殺技のね技ゲージを多く貯める、これはなかなか今回のこのミッション使いやすいかなと思います。そしてバンバラヤで貯めてもう1回いきます。これで420ぐらいはいけるんじゃね、感覚的にはね420はねもう多分いってると思う。多分ね500ぐらいなんか今回消したような気がする。さあ、全消し、まあ、全消し妖怪ね結構他にもねたくさんいるんで、まあ、持っている妖怪でねやるといいんじゃないでしょうか。もしくはね全消しなかったら、まあ、なぞり消しとかねいいかもしんない。さあ、これでいったかな。さあ、レベルも上げていく。しゃあ、来たぜ。420以上、隠されたルートが解放されました。そして1星 SS、おリハオ来たよ。これはちょっとね気合い入れていきます。使う妖怪こちら、遠藤 S、 攻撃力アッププラスダメージカット。小僧丸 S、 炎のシュートで縦一直線に妖怪プニを消す。そして日本代表灰崎、ペク使っていきます。レッドブレイク、覚醒水神谷、ダメージカットプラス回復。さあ、こんなパーティーでいきたいなと思います。このね白なんですけども結構強い白じゃない、ハオなんですけども結構強い、なのでちょっとね攻撃力アップ
プは連れてった方がいいかなっていう感じですよね。攻撃力アップしておいて、まあ、なるべく強めのアタッカーを打ち込んでやんないと多分ね削りきれない。これ HP 減ってねえぜって感じだよね。強いんですよ一応。どうなんだろうね、今回の隠しステージの強敵枠みたいな扱いに近いよね。まあ反撃とかね、技ゲージ、あの必殺技無効とかそういうのがないんで比較的倒しやすいんですけども、結構タフです。だからね、エンド S で攻撃力アップしておいて、この必殺技ねガンガン打ち込むといいと思います。エンド S もらえるからね。さあ覇王好物エビチリかい。まあ、韓国勢だからね。そしてハイザキ強力。ハイザキはねデカブに作っておいて必殺技で消してやると技ゲージがね一気に溜まります。さあ行きました、フィニッシュ。シャー来たぜ覇王。 380Y マネー。このね覇王使っていきますよ。これ特殊能力で獲得 Y ポイントアップがあるんだよね。だからもうおはじきやるときほぼ必須だよね。もう入れていきます。さあ早速覇王使っていきましょう。おはじきバトルで獲得 Y ポイントアップ。この Y ポイントアップがねこのマップでゲットできるっていうのはねいいよね。中央プニケシですね。さあ早速やっていこう。1星 SS。さあ いきます。クリスタルイケメン剣、まあ、今回ねちょっとどんなパーティーが一番ダメージ出るのかとかねまだちょっと探ってますけども、まあ、特殊能力持ちのねキャラをゲットできた場合は、まあ、それがむっちゃ強いんで、まあ、それを生かすような形で種族効果がつくようなパーティーを組んでやると多分いいと思います。だからこのクリスタルイケメン剣とクリスタルウンチクマは、まあ、これ自体はそんなダメージ出せないんだけど、まあ、ヒロトとねハイザキこちらに種族効果をねつけてやると 16%。 さあヒロトいきます。さあこれはミスれません。おー強えな。2600一気に減りました。そしてハイザキ、まあ、ヒロトが強いのかハイザキが強いのか同じぐらいなのかな。なんか僕の感覚だとねヒロトの方がダメージ出てるような気がする。あでもこっちも3000出るな。やっぱりレベル24ぐらいになるとワンパン無理ですねやっぱり2回やらないと。もうちょっとこの覇王のレベル上げてやればいけるかな。まあでももともとこの覇王自体ダメージ出せないからね。さあ獲得 Y ポイントアップ、これは嬉しい。プラス12ポイント。さあ倒しちゃいましょうか、1星 SS。さあクリスタルイケメン剣。SS ランクでね、もう技レベルマックスなんで強いはずなんですけども、おはじきだとなんか微妙なんだよな。ミッションが乗って393という。そしてクリスタルウンチクマ、こちらもクリスタル妖怪強いには強いはずなんですけどもダメージは239、今一歩ですね。さあ行きます。ハオ。さあ若干ミスったけど65いきましたね。さあ覇王はね、まあ、マップでゲットできるんでちょっと周回してね技レベルそして妖怪レベルもねちょっと上げていきたいなと思います。どっちみちねおはじきで使っていくんでこれは上げておいていいでしょう。53ポイントおう大経験値玉ゲット。出ませんねさあそれではレア妖怪、今回のレア妖怪はこの人一瞬ボーイ
もうすでにね出てる妖怪なんで、まあ新妖怪ではないんですけども、まあレア妖怪ということで、まあたくさん仲間にしてね技レベル上げておくといいかと思います。ステージ41ですね、こちらで出てきました。さあ出てきたぜ一瞬ボーイ。さあもちろんね好物与えておきます。まあ一瞬ボーイ自体はランクが D なんで、まあそんなにね強いっていうわけじゃないんですけども、なんかキャラ的にね可愛いというかね、これはなんか欲しくなるキャラだよね。常に走っている、進んでないけど。ということで、まあセンターに一瞬ボーイを置いて、残り夏希3体とサポートのバンバラヤーと、まあそんなパーティーでやっていきます。まあ、5区のねステージ41何気にね強いんですよね敵がね。さあ夏希かけまくっていきます。そしてバンバラヤーでもう一回打っていく、もう夏希かけまくりでいきます。そして最強夏希の友達インコ、さあこれだけかければいけるでしょう。そして一瞬ボーイ、さあ来たか、おねしょっす、おし来たぜ一瞬ボーイ。ちょっとねこれ一瞬ボーイもね使っていきたいなと思います。ちょっとまだ全然育ってないけどね、あまり使う機会がないんで育ってません。一瞬ボーイ友達になりました。さあ技レベル2に上げます。さあそれでは一瞬ボーイちょっとね使ってみたいと思います。さあ相手は1星 SS、 さあ勇ましい配置的にはいい感じ。おっと若干ミスったけど34パーフェクト。ちょっと一瞬ボーイ育てて使ってみたいよね。さあクリスタルウンチクマ、さあこちら262グレート。さあ歯をいきます。よし行くぜ68。今一歩ダメージが出ません、やべえ。レベル25になってきたらちょっとね7750も HP があるんでなかなか削り切ることができません。まあでもねレベル40、50ってねちょっと倒していかないといけないんでこれは厳しい。まずはねレベル40目指してやっていきます。よしいい感じ。おう2620つえ。さあこれでレベルも上げていく。ダメージは5285、そして77ポイント。さあボス戦やっていきましょうか。日本代表のサッカー欲しい。 HP は29000ですね。そして攻撃が406。さあ一瞬ボーイ使っていく、見せてくれよ。まずはフィーバータイムに持ち込んでエンド S で攻撃力アップしておいて強力な一瞬ボーイ打ち込んでいきます。さあ技ゲージ貯めていく。さあまずね全ての技ゲージ貯めていきたい。さあこれでフィーバータイムからの、さあ攻撃力アッププラスダメージカットエクスプロージョン、そして一瞬ボーイ、そしてペグ、
さあこれで必殺技は全部っぱです。いけるかな。しゃあ行きましたね、フィニッシュ。何も落とさないと323ワイマネー。